ラオスビエンチャン市内にあるこの文房具店は7時前にシャッターを開ける。この店の主人ナッタナ、16歳の時両親を交通事故で失って以来店を切り盛りしている。朝起きて一番最初にやることは在庫チェック。必ず自分で商品の数を確認する。営業時間は朝7時から夜9時まで。周りのどの店よりも長い。ナッタナーは平日朝8時から5時まで自動車販売会社にも勤務している。彼女が休むのは店を閉める正月の2日間だけだ。今日は会社の車で出勤する。ナッタナーが勤めているのはラオスで唯一のフォードの販売店だ。2005年から自動車の輸入規制が緩和されたラオスでは、自動車販売は最も成長している業種の一つだ。ナッタナーはここでセールスアシスタントとして働いている。